こんにちは、ワインブックスの前場です。今回はフランスロワールのシュナンブランに合わせてスパゲティカルボナーラを作りたいと思います。その前にカルボナーラといえばベーコンですよね。僕はここ20年間ベーコンを買ったことがありません。買ったことないは嘘ですよね。さすがに買ったことくらいはありますけれども、大抵自分で作っています。今回は自家製ベーコンの作り方をご紹介させていただきます。僕の事務所があるのは東京都港区赤坂です。ミッドタウンのちょうど裏側の建物にあります。赤坂らしくおしゃれな街並みと思いきや、実は赤坂って庶民的な街なんですよ。まあもちろん高級クラブとかおしゃれなお店もあるにはありますけれども、庶民的な建物と混在しているという具合です。 TBS さんとか博報堂さん、東北新社さんとかの広告系の企業が多くて、ランチ時には多くのビジネスマンが街に繰り出しています。赤坂というと多分こういう建物とかお店をイメージするかと思います。おしゃれなレストランとかジムとかマンションですが、それらを見ながら歩いていきます。楽しいものです。多分もうすぐ着くと思います。花正さんに着きました。赤坂にもあるんですよ。花正さんといえば業務向けスーパーの草分けですよね。結構近所の飲食店の人も買いに来ています。花正といえばもちろん肉。逃げてきました。どうですか、肉だらけですよ。肉肉肉。ベーコンですから豚のブロック肉ですよね。肩ロース肉でもいいんですけれども、ベーコンといえばやっぱりバラ肉がいいですね。これは大きすぎですね。ぼっちに喧嘩売ってますよね。これでも大きいですけれども、まあこれくらいでしょう。確認用ですけれども気にしません。お会計は756円です。さあではベーコン作りです。本当に簡単ですよ。材料も豚肉以外ではほとんど100均で揃えられます。まず豚肉に味が染み込みやすいようにフォークで刺していきます。これ実は結構力がいりますので、女性の方ですと疲れちゃうかもしれません。特にこの作業はなくても美味しくなりますので、飛ばしても大丈夫です。ここだけですね。ここだけ、塩の量が結構重要です。ベーコンの出来上がりは豚肉の 2.5% くらいの塩分と言われています。ここからはお好みで全く問題ありません。僕は砂糖とガーリックパウダー、スパイスにします。ガーリックパウダー、チリペッパー、オレガノ、コリアンダー、これらはすべて100円均一で買いました。このあたりは超適当で問題ありません。そうしましたらこれを混ぜておきます。ボウルに先ほどのフォークで刺した豚肉を置きます。そこに合わせた塩とスパイスを加えて混ぜ込んでいきます。できる限りまんべんなく行き渡るようにしてください。軽く揉み込んだら、これを取り出してタッパーに入れて1日から2日ほど冷蔵庫で保管します。ではこの後にいよいよスモークです。最近はスモークチップも100均で売っています。ありましたありました。これで全部揃いました。スモークは簡単です。これも100円均一で全部揃います。特にスモーカーとかは買ったり使ったことはありません。カセットコンロの上にアルミのボウルを置いて、そこにスモークチップを入れます。今回は買いました半分の量を入れてあります。ボウルの上にいい感じに網を敷いて、その上に豚肉を並べていきます。この時にびっしり置いてしまいますと煙が行き渡らないので、隙間を作ってください。そしてまた同じボウルで蓋をして火をつけます。火はごく弱火で大丈夫です。するとしばらくすると煙が湧いてきます。これで簡単スモークですね。今回はだいたい10分から12分くらいのスモークです。それくらいで十分です。では見てみましょう。出来上がりました。これで完成です。簡単ですよね。
さあここからはカルボナーラを作りますけれども、ここは超飛ばしていきたいと思います。カルボナーラの作り方はまた今度別の動画でご紹介したいと思います。そちらをお待ちください。ではここからワインの登場です。このチャンネルワインチャンネルですから、ここからが本番なんですよ。なのでぜひ温かい目で最後までこの動画を見ていただきたいと思います。時系列的にはこの後にカルボナーラを作ります。カルボナーラを作った後にワインの説明をしますと、カルボナーラが冷めてしまうんですね。なのでここはちょっと前後しますね。今回のワインはロワールのシュナンブランというブドウを使ったワインです。ソミュールというワインです。ソミュールはフランスロワール川沿岸にありますワイン生産地域です。このブドウ品種はシュナンブランと言いますが、シュナンブランはカメレオンのようなブドウ品種と言われています。なんでカメレオンなんでしょうか。シュナンブランは辛口からごく甘口、ギフワインまで、また価格的にも庶民的なワインから高級ワインまで生産されています。まあ要するにいろいろありますから、だからカメレオンだと言われているんですね。それではラベルを見てみましょう。こちらにソミュールとありますが、これがワインの名前です。そしてその下にシュナンとありますが、これがブドウ品種です。要するにシュナンブラン種です。多分、シュナンブランってあまり聞かないと思うんですよ。いいとこ白ワイン用のブドウ品種ってシャルドネかソーヴニヨンブランですよね。でもですね、でもなんですけれども、シュナンブランはスクリ系の白ワイン用のブドウ品種では 1,2 を争うほどの人気のブドウ品種なのです。では焙煎してみますね。ではグラスに注いでみます。グラスに注ぐときには、グラスってこのように膨らみがありますけれども、この膨らみのトップまでを基準に注ぐのがよろしいかと思います。では注いでみます。透明感のある綺麗な外観ですよね。このような外観を緑がかったイエローと表現します。まあスクリ系の白ワインの代表的な色合いですね。では香りを嗅いでみましょう。香りを嗅ぐときにはこのようにグラスを回して、これスワリングって言うんですけれども、こうしましたら鼻とグラスを少しずつ近づけて香りを嗅ぐのがよろしいかと思います。では嗅いでみます。シュナンブランはこのむせ返るようなミネラルの印象が特徴的です。なんかですね、香りを嗅いでいると霧の中を歩いているような、そんなもわっとしたミネラルの印象を感じます。また果実の印象は白い果実、このぐらいのワインですと、例えば洋梨だったり白桃のような印象を感じます。では味わってみましょう。味わう時にはワインって液体ですから、大量のワインを口に含んでごっくんと飲み込んでしまうと、なかなか味わいって分かりにくいんですね。ですので少量のワインを口に含んで口の中で転がすようにしていただくのがよろしいかと思います。ではいただきます。もうブドウをそのままかじったかのような、そんな果実味を感じます。甘みもほんの少しだけ残ってるんですけれども、それを支えるような豊富な酸味があります。口の中全体で果実味が弾けるように感じられます。このスッキリ感ですよ。このスッキリ感ぜひ味わっていただきたいと思います。シュナンブランなんですけれども、シュナンブランはシャルドネ、ソーヴニヨンブランに飽きた頃にいただくとちょうどいいと思います。その意味では本当の初心者向けのブドウではなくて、少しワインを知ったような、それぐらいの方におすすめなワインです。さあでは自家製ベーコンを作って、このスパゲティカルボナーラが出来上がりましたので、ソーミュールのシュナンブランと合わせてみたいと思います。ではまず一口カルボナーラをいただいてみたいと思います。生きててよかった瞬間ですね。やっぱり、自家製ベーコンを使っていますから、この燻香というかスモークの香りが非常に強く口の中に残ります。これ本当におすすめですので、ぜひですね試していただければと思います。
パゲティカルボナーラなんですけれども、チーズも入っていますしベーコンも入っていますから案外塩分で強いものなんですね。この強い塩分をすっきりとした白ワインの味わいで中和をさせていただくということになります。では白ワインをいただきます。シュナンブランシュの果実味がカルボナーラの塩分をすっきりと洗い流してさらにカルボナーラが美味しくいただける、こんな具合です。これがマリアージュなんですよね。ではカルボナーラいただきます。自家製ベーコンがあるだけでパスタにも使えますしスープにも使えますし、あとベーコンエッグなんかにも使えると思うんですね。塊のベーコンを買いますと結構な量気に入ってしまいますから、ですので本当に時間があった時にまとめてベーコンを作ってそれを保管しておく、こんな使い方もいいかもしれないですね。では白ワインをもう一杯いただきます。やっぱりカルボナーラとシナンブランってよく合いますよ。特にこのシナンブランの中でも甘口ではなくて辛めの味わいのシナンブランがいいと思います。シナンブラン酒はスーパーだったりコンビニではなかなか売っていないかと思いますので、ですのでワインショップなどで購入されるのがよろしいかと思います。ではカルボナーラいただきます。